もうす。どうも。前回のホーリーのハウトゥーから早数ヶ月やりますって言ってくれた。多分なんだけど、俺の覚えてる限り次は前足とかって言ってたんだけど、それ以前のホーリーの大事な、実は一番大事なんじゃないかなって思うことがあるから、それを今日は説明していこうかなと思います。ちなみにいさ、今朝9時半レッスン前からサクッとね。まあ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 、前回何やったか、多分叩き方とか、叩き方だと思うんだよ。大事、一番大事だよ。大体言ってくから、この板踏んで飛ぶのか、板を下にこう蹴っ飛ばして弾いて飛ぶのかみたいな。そしたら邪魔しちゃうからね、板なかなか飛ばないから話をして、そう思い出した。そうで、次は前足を言ったんだ。その使い方を教えますって。それじゃなくて、多分なんだけど、もうさ、体が今痛いあれなんだけど、なんかちゃんと飛ぶ降りってさ、こう自分が飛ぶじゃん。自分がジャンプしない、足だけ意識しちゃってみたいな、こう腰の位置が変わらないみたいな、はいはい、こううまくふわって飛ぶ人とかって、こう自分がこう上にジャンプして余裕があるけど、始めたての人って あるよね。あります。これ喋っていいの？全然いいよ。板叩くタイミングと飛ぶタイミングが合ってない、あべこべの人もいるよね。そう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 、このタイミング合ってないのもそうだし、叩くするを意識すぎて自分飛ぶことを忘れてで、逆にそうすると窮屈じゃん。体を動かすこの動作を体が邪魔しちゃって動かしづらいってなるから、はいはいはい、ちゃんと自分の体を上に飛ぶ、もちろん叩くとかするとかも大事だけど、結局叩いても自分が上に飛んでなかったりとかすると、叩くんじゃなくて潰しちゃうになっちゃう。ジャンプする時の過程でこう蹴るとか、タイミングがよく蹴れるけど、自分の体ってあんま上にいかない、もう本当極端に言うと、こうやってジャンプしても腰の位置変わんないで、この位置ってこの時間でここだけ飛んだってジャンプで決まってる。この腰をちゃんと上げてあげることで動きが良くなるから、それをスケボーの上でもね、こうね、ここから腰を上にピョンって。やっぱ板の上でね、そのバランスを取りながら上にジャンプするのも難しい人は、やっぱそういう人は何をしたらいいんですか？トラック叩くでしょ、まずあー、なるほどね。グラグラしないように。そう、でも今結構やっぱランプとかボールから入る人多いから、だいたいトラックすげえ緩くない？柔らかいね。そうだね。だいたいインディじゃん。そう、みんなね、おすすめはランプはインディですねってなりますね。ベンチャー、はいはい、そうですね。今はね、今は俺もベンチャーでも、ね、トリオメユートくんとかもね、ベンチャーですよね。そうですね、はい、確かに。まあ、トラック走行とかっていうのは、こう、まあ、しゃがんで
飛ぶときにこうゼロの状態に板が戻ればいいから、それがこう潰れたまんま飛ぼうとして踏むから板がこうなったりどっか行っちゃったりになるから、まあ、最初はこうしゃがんだときに自分で板が平らになってるような、しゃがんだときにねこうじゃなくてね、はいはい、これ大事だね。そうですね。だけどそれよりもなんだかんだ一番大事なのは体飛ばさないとジャンプなんてできないから、なるほど、なんでジャンプするようになんか窮屈な動きだなって、さっきみたいなあの例みたいな感じじゃないけど、前足の使い方、イメージ、多分すぐこうなっちゃうから、うん、それこそさっきの俺なんかやったオーリーって多分腰が浮かないから、こう動かす範囲がちっちゃすぎて結局こうなっちゃう。はい、それをちゃんと飛ばせればこの余裕が今度出る。はい、大丈夫だと思います。大丈夫だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ朝一のフルマックスのオーリーをじゃあ最後にしてもらって、本気で言ってんの一切体を動かしない状態のハイオーリーを見せていただいて終了したいと思います。腰が痛いんですよねストレッチなしの、あのウォーミングアップなしので、ここ数日滑りすぎてて体がマジでバキバキで、はい、言い訳は先に言ってますが、まあ、ね、じゃあまあ高いですよ。お願いします。ああ、大丈夫、素晴らしい、バッチリですね。ちょっとこう、はい、もう一回だけやってもらいます。いいよ、これオーリーでしょ。ダメなオーリーするよ、はい、ほらこういうことよ。まあ極端にやってるけど腰が浮かないとこうなる。タイミングが全部ずれちゃいますね。ずれるし、ね、はい、あの稼働するところが狭いみたいな。うん、危ない。前に怪我するところですね。じゃあこの後のレッスンも頑張ってください。今日はね、あの湘南ブラッシュスパイに神奈川平塚ジャパンの方で、はい、なんかちょこちょこいろんなところでやってるんでね、はい、SNS とかでチェックしてもらえたら。おお、真面目にこういうこと言った。あ、これ、いや、言うなよ。一度も言ったことがない言葉があるんだよ。え、なんか、よくある。グッドボタン押してね。あ言わないよ。言わないよ。気に入った人は押せばいい。いや、もうそういうこと。いや、本当はしてほしい。まあまあまあ。はいはい。まあまあ。では、では。じゃあ、別前に。タバコ1本、タバコ吸ってやります。はい、行きます。よし。